だけど、すごく弱い雨だったから、今日はカッパも着ずに行けたね。雨がたくさん降ってこないうちに行ってきました。雨服着よう。ね、ちょっと行ったからね。体洗ったから。服着ようか。散歩行くときはママとパパとハム3人で出たんだけど、ママ用事があるからバス乗って出かけちゃったんですよ。でママがいなくなったから寂しくてこんななってるんだと思うんですけど、ママと別れるときも行きたそうだったもんね。ハムちょっと分離不安なのかな。それも分かってるからわざと訓練だと思って連れてったんですけど、ママが行った後も全然動かないし、ママのとこ戻ろうとするし、大変だったよね。ハムここまで連れて帰るのも、まあ、ずっと家にいるのはいいことなんだけどね。ずっと家にいるからこそ逆に呼吸に離れたりするとね、不安になっちゃうよね。ハムだから少しずつ慣れさせていかないとね。ハムそう思ってわざとママが出かける時についてって訓練させたんですけど、すごく寂しそう。そっち見てもいないよ。玄関の逆の方見てんじゃん、ハム。ちなみにパパがいなくなってもママがいなくなっても反応は一緒です。お家にいるときは大丈夫なんだけどね。皆さんのお家のワンちゃんはどうですか？よかったらコメントいただけると助かります。おかわりグー。よし。